おはようございます、えー、今日の話は斎藤ひとりさんの「悪口を言われたとしても言い返さない」えー「斉藤と、えー、編一日一号お令和編日の話です、えー、っと悪口を言われたとしても言い返さない」「そういう人にいいことが起こるんです」と「そもそも悪口は言った方が負けなんだと」と、えー、でもどんなことを言われてもですね自分は、えー、悪口は言わないそうすれば自分にいいことが起きるよと。 これは人をバカにしたり威張ったりするのも良くないよというのと同じですねそれから「運は一回使ったらおしまいではない」と「自分で運がいいと思っていればいい運はずっと続くよと」と、えー、例えば「一、まあ、回これでくじ、えー、に当たったから運を使っちゃった」とか言ってはダメなんだと「次も当たるもっと当たる」というふうに思うと「いい運はずっと続くと」とそういうふうに思ってなきゃダメだよという話なんですね。 あるいはですね生きることも死ぬことも楽しいあの楽しい経験だよと、まあ、これは斎藤ひとりさんはですね、えー、まあ自分はあの今生きてるのはとても楽しいんだと、まあ、それで死後の世界もまあ知ってる楽しいことも知ってるよとだからその生きるのも楽しいけど死んでからも楽しいんだと。 だからこれ以上ない幸福感にあおれて心地いいことなんだとだから死,に死ぬってことだってわくわくするんだよという話なんですねで急いで成長しなくてもいいんだよとまだまだ先は長いからゆっくりでいいの魂には永遠に死なんてないんだから、まあ、これは輪廻のことを言ってるんですね、えー、人は何回も生まれ変わってくると、えー、肉体を滅びても永遠の魂を持ってるだからまあ今性でうまくいかなくても来世でいきゃいいよと。 人生ってのは何千年ぐらいの感覚でいけばいいんだとそうしてくるとイライララしなくなくるわけですそれから、まあ、これはですね離婚することは悪いことじゃないよと家族みんなが自由になるのは一つの一つの手段だからねと、まあ、これはあの、まあ、昔からです、ね、離婚ってのはダメなんだとそういうことを言ってるけれどもそうじゃなくて今は令和だからねと相手が悪いのに一緒にいても不幸になるだけと。 ならば離婚したの大変たはめです、まあ、これはまあ昔からそうなんですよ、ね、でまあここがちょっと斎藤一人さんの厳しいすごいところですけれども子供に片親にしちゃってごめんねとか言っちゃいけないよとお母さんは自由を選んだんだからあんたも自由を選びなって言いなさいと、えー、まあですからこれを読むとですね価値観ってのは時代ともに大きく変わってくるんだと。 でも離婚だけでなくてですね仕事においても転職とか副業とか終身雇用なんていうのもどんどん変わってんですね考え方が。でも変わらないこと、まあ、輪年のこととかそういうことはいっぱいあるよとそういうことを一生懸命やっていきましょうよという話です。